長、アンジャッシュの渡部さんがこの間復帰してましたけど、見ました？なんかちょろっと TikTok に出てる、うん、僕も TikTok で見たんですけど、あのコメント欄がその戻ってくる的な、もうお前で笑えない的なやつだったんですけど、渡部さんが下手だったんじゃないかな。あ、申し訳ありませんの姿勢が強すぎてさ。あ、そうだ、ね、なんかそこってすごいテクニック見え隠れするところなのかなって、うん、なんか少しでもあそこで小島さんの笑いにできたらよかったのかな。確かに難しいと思うけど、あなたには相当むずいと思うけど、でも芸人さんの上手い人の復帰ってそこじゃない？結構、うん、笑えないですか？いやだってなんか夫婦の問題だからさ、うん、奥さんが別にいいって言ってんだったら別に良くない、望みがねって言ってんだお前みたいな顔のレベルの人が呼び捨てにしていい人じゃないの